ピータさん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ピータ式転売法を学んでる中で挫折する方もいらっしゃるんですか？そうですね、はい。残念ながら、はい、やっぱりこれ部活動と違って、部活動だと毎回毎回来てくれるから、はい、もう嫌でもサボれないような環境なんですけど、そうですね、もう本当にこのインターネットを経由した自由参加なんで、ね、やっぱりサボっちゃう人もいましたよね。そうですね。でそういう中で、でもちょっと過去に挫折しちゃったんですけど、もう一度復活しますみたいな方も最近増えてきて、実際でも人生の中で携帯式逃げるってことの意味っていうのはみんなよく分かってないっていうのはまずあると思うんですよね。これで逃げたら、いや自分で起業してビジネスやるのは諦めずと一緒だよと、難易度一番低いよと、これ、うん、ですね、ですね、はい、間違いないと思います。というところがあると思うんですよね。皆さん過去に面談した中でどういう言い訳されてました、はい、言い訳ってだってほら、サラリーマンだからってできないわけじゃなくて、サラリーマンの実績出してる人何人もいるし、はい、そっちの方が多いですからね、はい、サラリーマンの方の方が多いですからね。人もちゃんとやってる人はやってるし、ね、そうですね、はい、本当は言い訳できないんですよね。そうですね、はい、事実僕もサラリーマンずっとしてましたしね。僕もサラリーマンで稼いでますよね。そうですよね、はい、うん、ので今そのお一人一人と話しさせていただいていて、なんでその一時的にこうお休みされていたのか、まあ挫折されてたのかっていうあの状況をお聞きして、まあ、それに対してこう同じことを繰り返さないために対策立てていきましょうっていう感じで、一人一人こう話をしているんですけども、理由として多いのはやっぱり忙しいっていうことを言ってしまわれる方は一番多いですね。はい、今の教えてくれてるんですね。そうですね、忙しいっていう方が多いですね。あと、まあ、そのお仕事とは限らないんですけど、例えばご家族のことでお忙しかったとか、そういうことで、まあ、結局思ったほどこう時間が取れなかったっていう方が多いんですけど、まあ、そういう方に対して、結局改めてこう頑張りますっていうことで言ってこられるんですけど、いや今度忙しくなったらどうしますかって話を必ずゼロにしていて、結局、まあ、同じことを繰り返すので気合や根性じゃ、まあ、絶対無理ですって話をして、じゃあ何が大事かっていうことで言うと、まず自分自身はこうそんなこう意志の力じゃ続かないですっていう話で、じゃあどうしたらいいかというと、結局環境を作っていきましょうっていう話を大抵します。例えば分かりやすい話で言うと、お家に帰ってまず最初に例えばテレビつけちゃう人とか、お酒飲んじゃう人とかってまあ難しいですので、例えばお酒ならばこうお酒をこう控えるっていうことを、まずこういきなりゼロにはできないので、少しずつ減らすっていうことをどうやってやっていきましょうかっていうことで、なんかいい大人の方に対してそういう話するの微妙なんですけど、まず毎日飲んでるってあれば、こう週例えば2日とか3日とか減らして、あるいはまずこうやって後に飲むっていうような習慣づけをしていきましょうっていう話をしたりとか、あとはこう家にいたらテレビつけちゃうっていう話であれば、近所のカフェに行って取り組みましょうとか、場所もそもそも変えてしまいましょうっていう話をしたりとか、そんな話をしたりとかですね、あとは改めて頑張りますって言って毎日3時間頑張りますとかっていうことを言われる方がいらっしゃるんですけど、もう今までゼロだったものを3時間取るってどれだけ大変かっていうことなので、結局その時間というよりは毎日これだけはやるっていう、まあ、最低ラインからまず自分をこう慣らしていきましょうっていう話をしたりしてますね。1ヶ月2ヶ月少なくともやっぱ3ヶ月ぐらいこう毎日コツコツやるっていうことをやらないと習慣づかないので、人間って。ですのでまずいきなり毎日3時間っていうのは難しいと思うんで、できるんであればいいんですけど、まあ過去の実績上多分厳しいので、毎日これだけはやるっていうのを決めてやっていくっていうことで、まあ、さらに言うとこのコミュニティの環境づくりとしては、毎週必ずこうお話をする機会を作っているので、そこには絶対出るっていうことをやると、結局自分で自分を縛ることなんて人間ほとんどできないのでやっぱりこう環境に縛ってもらうっていうのが大事で、それで言うと場所を変えるとか何かをやめるとかっていうのは、まあ自分のこう意志の力を使わなきゃいけないんですけど、ミーティングに参加すると、まあ私とこう喋るわけですし、こう第三者の力を使えるので、それが一番大事ですよねっていうことで、まずはもう毎週出るようにしてやっていきましょうみたいな話をしてますね。部活動でもほら一人だとサボって、はい、テニスでも昼寝なんかみんなしない人が部活に出ることでちゃんと練習できるようになるよ、はい、まあ、まずこの最低限出席をするっていうのはすごい普通の方々にとっては重要ですよね。重要です、重要です、はい。じゃあ言うほどの強い意志を持って自らやれる人じゃない限り。そうですね、うん、まあ、逆に言うとそういう人は特にもう結果出てると思うし。あ、そうですね、やっぱりおっしゃる通りで、普段全然出てこない方って少し数は多くないんですけど、いらっしゃって、まあ、何かトラブルがあった時とかに、まあ、相談されることが多いんですけど、
なんか3ヶ月ぶりにあのトラブルで相談されてきて、最近どうですかって言ったら、500超えましたみたいなこと言われてるので、そういう方はいいんですよね。あとお酒っていうのも飲み方が2種類あると思うんですよ。あの現実逃避するために飲んでるのか、はい、あとは勝利の美酒なのか、はい、だいぶ違いますね。で今のほら、ケイタさんの順番が違うって言ったらすごい重要だと思うんですよ。飲んでから仕事するんじゃなくて、はい、仕事から飲むって、どういう時に飲むかって言ったら、やっぱり勝利の酒しか飲まない方がいいんじゃないかと思うんですよ、ビジネスマン。それ素敵ですね。はい、じゃないと、あれ、現実逃避の道具になっちゃうからね。そうですね。もう、今日忘れようと。で、そうですね、あれ、ほら、お酒飲んだ後寝ちゃうのは、あれ、気絶して寝てるんですよ、実はね、あの体の気絶。はい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 。はい、現実から遮断して。なるほど。現実逃避装置になっちゃうと、もうずっとね、もう現実逃避の酒になっちゃうから、目的が。はい、そうですね。お酒飲んでもね、本当の意味で美味しくないと思うんですよ。そうですね。あの現実逃避の酒のまずさに気づけば、いやもう勝利の美酒しか俺は飲まないんだってなると、ね、で、稼ぎましたって、あとでじゃあ、ちょっとみんな、ケータちょっと飲みましょうよってね、ちょっとね、はい、もしくはケータ式のメンバーを集めて、はい、100万おめでとうって乾杯して飲む酒はうまいですよ。じゃあまた来月頑張ります。そっちの方がありますよね。そうですね。あと家庭の問題っていうのもあるんですけど、家庭の問題の90、全部とは言わないけど、90% ぐらいは金の問題ですよ、はい。金がないから奥様もピリピリしたりっていうのが、まあ 100% ではないけど、95%、はい。もし、ケータさんって金なかったので奥さんも言うこと聞きますよね。そうですね。間違いなく大変なことになってますね。もう働いてこいってなる。そうですね。こんな自由にしてないですよね。はい、よくほら、家族のためにってね、全く働いてないのに、その家族のためになんか時間使おうとか言う人もいるけど、それは偉いけど、それはお金がある人が言えることで、お金ない人は奥さんが一番思う気持ちは、生活のために働く、頼むから稼いできてくれって思います。はい、はい。